ビッペリテンは、コーコリン型のコーパー・アーキンソン病薬。塩酸塩が、錠剤、採流として、乳酸塩が、注射剤として製剤化されており、先発薬はアキネトン。ジェネリック薬は、世界中で発売されている。特発性パーキンソニズム、その他のパーキンソニズム、抗生神薬投与による、パーキンソニズムジスキネジア・アカシジア・コーコリン作用がある、ため、 重症すじ無力症の患者では症状が悪化する恐れがあり禁忌とされている。重大な副作用として添付文書に記載されているものは悪性症候群と依存性である。1960年代にはパーキンソン病の治療にドーパミン補充療法が登場したため、抗コリン性のパーキンソン病薬は主に抗精神病薬との併用において用いられており、 ビペリデンは日本で使用されるその代表的な薬剤である。しかし、使用を控えるように推奨される現代においても、しばしば精神科の多剤大量処方にて用いられる。コーパーキンソン病薬にも離脱症状が生じるため、抗精神病薬が一剤になった時点で、コーパーキンソン病薬の減量に取りかかるなど慎重に取りかかる必要がある。ありがとうございます。